こんにちは、快適アートです。今回の動画では2024年7月4日発売の快適アートグッズの販売についてお知らせします。今回作ったグッズは全部で4種類です。水彩塗り絵の第2弾、カラー印刷したお手本パック、フレームまで特別な飾れるアート、生活に溶け込むアートなポーチ、ということで動画後半で一つずつ紹介していきます。まず購入方法などについてまとめてお知らせします。発売日は7月4日木曜日、日本時間の19時頃からを予定しております。販売サイトは Amazon で、オリオンさんのストアで出品しております。販売ページのリンクは概要欄やコメント欄に貼っておきますので、そちらから商品をチェックしてみてください。今回販売する商品は Amazon プライムの対象商品です。 Amazon 会員の方は送料無料です。 Amazon の倉庫から発送されますので、早い場合は翌日配送が可能です。Amazon グローバルのサービスを通じて日本国外からでも注文できるように設定しています。海外配送の送料や手数料に関しては、お届け先の地域を設定した状態で商品ページに表示されます。コメント欄と動画の概要欄に海外発送に関する情報をまとめていますので、海外からのご注文を検討されている方はそちらの情報もチェックしてください。それではグッズを一つずつ紹介していきます。まずはじめに紹介するのはこちら、水彩塗り絵の第2弾です。まずは線画パックから見ていきます。線画塗り絵は今回ポストカードサイズで作っています。中身はこんな感じで、表紙の紙とオリオンのアクリルデネブ水彩紙に印刷した線画塗り絵です。絵柄1種類につき各2枚ずつの合計12枚パックです。植物と日本の伝統的な文様をアレンジした背景を組み合わせています。縦向きの絵が3種類と横向き3種類の絵柄があります。線画は植物の部分は墨と毛筆で描いた線になっていて、線の色はグレーで印刷しています。前回の塗り絵と比べると、前回は線画が黒で、今回はこれくらいのグレーの印刷にしています。線の色がグレーなので、色塗り後の仕上がりが優しい印象になったり、あとは淡い配色にも合わせやすくなったと思います。今回の第2弾は初心者の方でも塗りやすいように、モチーフ自体も結構大きめに描きました。紙の白さと丈夫さが特徴のオリオンアクリルデネブの彩目に印刷しています。水彩だけでなく、マーカーや色鉛筆など様々な画材で塗っていただける塗り絵となっています。塗り方を解説する快適アートサード塗り絵チャンネルの方では、8月の後半頃からにはなりますが、簡単な塗り絵講座をアップしていく予定です。もしよかったら水彩塗り絵第2弾お手に取って楽しんでいただけると嬉しいです。次はこちら、先ほどの水彩塗り絵第2弾を着彩したカラーイラストカードのセットです。もちろん塗り絵のお手本としても使っていただけますし、飾ってもらったり送ってもらったりするカードとしても使っていただけます。原画は顔彩や水彩絵の具、あとは合紙を使って彩色しました。このカラーイラストは私自身が塗り絵を実際着彩した例として結構細かく塗っていたりとか、あとはちょっと難しい水彩技法を使ったところもあります。先ほどお伝えした塗り絵解説の動画ではもっと簡単バージョンで紹介する予定です。こちらの印刷はオリオンさんのシリウス IJ というインクジェット印刷用の紙に印刷しています。細かい脂肪が入った優しい風合いの紙です。裏面は白紙になっていますので、切手を貼ってはがきサイズの郵便として送ったり、あとはメッセージカードとしても使いいただけます。原画では金の絵の具で描いた部分とかあるんですけれども、印刷の色味結構うまくいっていて、ちゃんとこう金色っぽく見えてくれる発色になっていると思います。普段私の動画をよく見てくれている方なんかはどの絵の具を使っているかとかも推測できたりすると思います。6種類並べてみるとこんな感じです。塗り絵を楽しむ際の参考用としてや鑑賞用として楽しんでいただければと思います。次はこちら、オリオンさんのアートペーパーフレームという額装用のマットで作られた簡単にアートを飾ることができる商品に、私の日本画の絵を印刷したカードをセットにした商品です。こちらは天軸ボタンというタイトルで、ダリアの花を描いた日本画の作品です。以前この絵の制作動画は ASMR 動画で公開しました。ピンクの大輪のダリアの花を画面いっぱいに敷き詰めて描いた作品です。フレームの部分には金色で箔押しをしています。
このフレーム部分のマットも私が絵に合わせて選んでいて、色味とか質感が絵のイメージに合うように選びました。もう一つは月下美人というタイトルです。これは3年くらい前に描いた日本画なんですけれども、以前チャンネル内で飾るならどの花の絵というアンケートを実施した際の投票結果をもとに絵を選んでグッズ化しました。このカラーイラストもシリウス IJ に印刷しています。日本画の風合いと相性抜群で質感がとても気に入っています。白押しのサインの部分なんですけど、私は実はサインとかロゴって決まったものを使っていなくて、作品にも実際入れていません。今回のサインは真ん中に快適の快の漢字を楽観風にデザインして組み合わせています。このデザインは今後使っていきたいなと考えてるんですが、この楽観の部分だけだんだん崩して何かの形にしていこうと考えてます。なのでこのマークが快っていう字で読める状態の第一段階の初期のロゴは何かこう使うことは数回あるかなという感じなんですけれども、まあちょっとそういう意味で言うとレアなロゴマークになっています。後ろ側はこんな感じになっていて、組み立てて飾れるようになっています。説明書は付属していませんが、パッと見た感じで組み立て可能なシンプルな構造です。折れ線が入った部分を折り曲げて組み立てていきます。そしてこのくり抜く部分を取ってもらって、そこに差し込んでもらうと完成です。こんな感じで横置きできます。そして壁掛けにするときはこの部分を引っ張り出してもらって、真ん中の穴を開けてそこでピンなどを使って壁掛けにすることができます。中のポストカードを入れ替えることができますので、付属のアート以外でも飾ることができます。2作品ともご購入された方はこんな感じで反対にしてみてもまた違う良さを味わってもらえると思います。月下美人は白いフレームに変えるとちょっとこう優しそうな感じになるし、ダリアの方は雰囲気がガラッと変わって重厚感のある感じになりました。またポストカードサイズであればぴったり入りますので、先ほど紹介した塗り絵のカラーイラストとかを入れてみるとこんな感じになります。白と黒でシンプルなフレームなので割と何でも合うかと思います。フレームまで特別な快適アートのインテリア、ぜひ飾ってみてください。最後はこちらのハンプポーチを紹介します。アクリル絵の具とかを使って描いた絵を印刷したハンプ生地を使用しています。こんな感じで表の生地全体に鮮やかな絵柄が入っています。日本製8号ハンプを使用していますので、とても丈夫で、生地の表面はこんな感じで折り目が見えているテクスチャーです。絵の印刷はかなり繊細な仕上がりになっていますので、実用的でありながらアートな部分もじっくり見て楽しんでいただけると思います。裏側は紺色の8号ハンプです。机とかに置いた時に裏側を結構私は汚してしまったりするので、なので暗い色にしておきました。そしてファスナーを開けるとこんな感じです。裏地の色はブラウンでポケットが2つあります。実はサンプルとして作ってもらったものを個人的に何ヶ月間か使用してみました。入れていたものはこんな感じで充電器とかです。私は家の中でも部屋移動するときに充電器を持って行ったりとか、あとは新幹線で移動するときとか旅行のときもこのセットを持ち歩きます。イヤホンをこっちの小さいポケットに入れて、充電器は大きい方のポケットに入れました。コードとかも数種類持っているとかさばるので、こんな風にしまえるとカバンの中がすごくすっきりします。街なしのフラットポーチなので、新幹線の前の座席の後ろポケットの部分にこうシュッて入れておくことができてすごい便利でした。あとは文房具とかを入れる場合もとってもいいサイズです。いろんな太さ長さのペンを9本、スティックのり、定規、ハサミ、 A7 サイズの薄めのメモ帳、厚みがある大きめの付箋、あとは小さめのカードタイプの付箋セット、これらをすべて入れてみたいと思います。ポケットは2つあるので、まず大きい付箋を大きい方のポケットに、そしてメモ帳を小さい方に入れました。小さい方の付箋もポケットに入れてどんどん文房具を入れていきます。街なしのポーチなので容量が少ないように見えるんですが、
入れてみると意外に結構入ります。細いペンとかだったらまだ入るくらい余裕がありますが、チャックを閉めた状態にするとこんな感じになります。厚めの帆布生地なのでポーチの形が崩れにくくて、絵柄もデコボコせず綺麗に見えます。一番長いもので18センチのペンを入れることができました。あとは銀行通帳やお薬手帳とかも入るようなサイズ感で作っています。 A6 サイズくらいの手帳とかファイルであれば収納可能です。最後に洗濯についてです。ペンを入れたりしてキャップが取れちゃって中が汚れてしまうことがあると思います。そんな時は裏地を引っ張り出して部分洗いすることができます。つまみ洗いっていう洗い方だと思うんですけど、こんな感じで裏地だけを洗うことができます。絵が印刷された帆布の部分は色落ちしたり生地が縮む可能性があるそうなので、基本的には洗濯 NG です。ちなみにサンプルで同じ製法で作った生地を実験で洗ってみたんですが、すぐに乾かせば問題ないって感じでした。でも洗濯したい場合は自己責任でお願いします。それでは今日はこんな感じで快適アートの2024年7月4日発売のグッズたちを紹介しました。商品販売ページのリンクは概要欄コメント欄にまとめていますので、ぜひチェックしてみてください。気に入ったものがありましたら手に取って楽しんでいただけると嬉しいです。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。